爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合開始の笛です。ファンニステルローシュート。バラック、スライディング。20分経過。オフェルマルス、主審ファールを取りました。キーパーが壁に指示を出しています。キャッチされた。スペースができている。フライファート、スローインです。オフサイドを取られました。ヴァンデルサール、ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ、後半戦キックオフです。ノイビレ、コーナーです。
さあチャンス到来。シュナイダー。ドリブル、ゼンデン、コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。チャンスを伺います。ティーグ、よく前を見ている。フランク・デブール、合わせた。ドリブルで上がる、シュート、コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。容赦なく得点を重ねていきます。さあもう一度見てみましょう。オベルマルス、この選手のポジショニングクリアしました。スローイン、オフサイドの網にはかからない。折り返す、オフサイドフラッグが上がる。ヴァンデルサール、シュート、これはゴールキック、なかなかゴールを割れません。オフサイドはない。フライパン、ボールを下げます。主審笛を吹いた。ライツィファー、この位置からのフリーキックですよ。十分狙い道ですかね。直接狙った、これはゴールキック。これは大きなミス。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。接戦をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。